蔡健日本語読み、彩九1961年8月2日とは、中華人民共和国の歌手、演奏家、作曲家。中国におけるロックンロール創始者の一人とみなされる。北京生まれ、北京育ちの朝鮮族である。蔡健は、中国ロック音楽界のパイオニア的存在であり、中国の大衆音楽に、ロックのスタイルを取り入れた、最初の中国人アーティストである。 代表曲、一無所有は、1980年代後半の中国を風靡した。北京の朝鮮族音楽家の家庭に生まれた。母親は朝鮮舞踊団員で、父親はトランペット演奏の専門家だった。最健自身も14歳でトランペットの演奏を始め、1981年に20歳で北京公共楽団に入団した。この頃、 友人が香港から非合法に持ち込んできたロックミュージックに惹かれ始めギター演奏も始めた。1986年中国100人の歌手が参加する国際平和年の記念コンサートで一無所有を初めて披露して一挙にスターダムにのし上がった。翌年には公共楽団を辞め1989年に第一週新調整路上のロックを出した。 1989年に北京で天安門事件が起こった頃、人気の絶頂にあり、一無所有はストライキ学生たちの愛称化となった。再建のコンサートはあまりに人気があるため、中国共産党によって許可が降りないようになり、2003年まで大きなコンサートは開けなかった。しかも2003年に予定されたコンサートはサーズで、キャンセルされたため、2004年3月に開かれた。 コンサートが活動再開第1弾となった。2014年の春節前夜に行われる中国中央電視台の番組中国中央電視台春節連環番会に出演すると伝えられたが直前になって出演を辞退した。ありがとうございます。